は次の試合はヨフカルマ VS シャルル、2人ともステージの前の方へどうぞ。さあさあ、このバトルのテーマはこちらになります。余韻がすごい男、何の余韻なんだみたいなね、何の余韻かも含めて余韻がすごい男。はいはい、まあ自分らのその余韻があえてそこは言ってないんで、いろんな余韻があり得ると思います。あの、会った時、うん、なるほどなるほど、いや余韻、お前の余韻その解釈なのみたいなのもバトルですから、うん、あの余韻を話噛み合わなくなったとしても、え、お前の余韻解釈その程度みたいなのもありだと思うので、あえて、自分が考える余韻のすごい男っていうののありなしを、まずはバトルで競っていただきたいと思います。それではじゃんけんをお願いします。さあ、あり、はい、余韻のすごい男あり VS 余韻のすごい男なし、先攻後攻はどちらでいきますか。高校です。高校、先攻がヨフカルマ、高校シャルルで余韻のすごい男あり VS なしです。ビートはこんな感じです。 DJ マービー Bring that beat。このビートで余韻がすごい男ありなし、ありがヨフカルマ、なしがシャルル、8小節3本勝負で戦っていただきましょう。それではいってみよう。 DJ マービー Bring that beat。あの余韻の余韻の余韻をひょいと捨ててしまえるほど俺はドライな男ではないよ。君の匂いとあの香りをここにずっといつまでも吸う、反芻したい、何度も吐き出し口の中でモグモグしてもう一回飲み込む、あの匂いが返ってくる、指の間の匂いも何度も嗅ぐ、噛みしめる、持ち帰る、忘れやしないよ君のこと。余韻すごい、グレートスーパー、グレートスーパーな余韻を持ってる、その時のことなんて流れ去ってしまえばなかったも同じだけど、余韻がすごければすごかったような気がする。実際はそんな楽しくなかったけど、あの時超楽しかったね、楽しかったね、楽しかったねって繰り返すことで楽しかったねと思える、そういうのあるでしょう、レビューだけやたらすごいやつとか。それは全然なしよりのなし、それは自分の反省会、一人頭の中でやっとけ、女子に言うな、君に強制はしない、俺一人の中で君の余韻の香りを思い出すだけ、そこから出れなくなって病院送りになったって仕方ない、病院って伸びるピンポイント、よビートウィンザーすぐ後ろ、忘れないよいつまでも君のこと、あの余韻を、あの酔いの口の出来事のこと、誰にも口に出さない自分の中で判別する、ね、えこのバチバチなのがね、このテーマっていうのがねなかなかすごいんですけども、判定に入りたいと思います。作者の久野田さんにそれが来ていただきました。もう行きますか。はい、それでは余韻がすごい男ありかなしかバトル、勝者はこちらです。せーの、ドン、ヨフカルマ。まあね、これね、シャルルちゃん、シャルルちゃん忘れないよそういうのが気持ち悪いって話なんだけど、余韻がすごい、余韻がすごいっていうね、まあちょっとね、今のバトルはね、やっぱそのシャルルがの論点としては、次行こうぜ次っていうのを含めて、すごいやっぱこのかわし方としてはね、むしろこれしかないぐらいの戦法で頑張ったんだけども、ヨフカルマのね、余韻とね、あの余韻とね、病院で踏んでくるところのね、あの絶妙な気持ち悪さがね、なんと癖になってしまうっていうの、余韻が残るなみたいなね、うん、感じのバトルだったんで、ヨフカルマちょっとね強かったと思いますけども、そもそもこれはどういった男なんですか、余韻が。
余韻って記憶の問題なんですけど、はいはいはい、五感の情報がこう記憶の中でぐるぐる回るぐらい、うん、相手に影響を与えれる男の人すごい。なるほど、はい、いいんですよ。やっぱりその全身してくれたとかで、うん、例えばあの人の声良かったなとか、はいはいはい、なんか仕草が色気が、おお、なるほど。あ、どうぞどうぞ。ありがとうございました、うん、すごかったねって超言ってくる男っていう意味かな。あ、なるほど。あの女子的にあの人すごかったって思い出に残る男ってことですね、うん、それはなるほど、うん、そうか、あの要は自慢確認してくるやつっていう風にシャルルはそう解釈してたわけですね。そう、ちょっとロッテ違った。どう良かったでしょうみたいなね。アリナシ MC バトル参加者のシャルルさん来てもらいました。お久しぶりで、イエーイ。お久しぶりでもないんですけど、いや全然最初でない。21歳ありがとうございました。ありがとうございました、はい、どうですか3年ぶりに復帰してみて。なんか皆さんいやもっとラップしたかったなって。なんかこれからできるじゃないですか。いやそうなんですけど、はい、そう熱くなるとやっぱラップができなくなっちゃう。あ、自分がそこがもう落ち着いてラップをしたいなっていう。今日はあのお題のバトルで、はい、あのこの男の選び方大全っていう、はい、あの本に対しての、はい、まあいろんな男がいて、はい、そういう男に対しての、うん、あのその男の愛し方とか、その男とは出会わないどうするかみたいなっていうお題に対しての MC バトルなんで、はい、そのありなしでやる MC バトルなんで、はい、意外とお題でやるんで、はい、あのうまく、うんうんうん、あのいくかも。だから熱くなる感じはなくて、あ、そうですね、この前のゆんまくんみたいな、クールにいけるかもしれない、うん、確かにラップできますかね。ラップしたい。そうそう、ラップしたい。そうそう、うん、どうですかこの男のあれば大戦、結構シャルルさんにぴったしなこういう男に、ぶっ込み方すんな、こういう男には気をつけろとか、うん、例えば外見から男を選ぶとき、うん、デブな男とかなったら、そのデブな男はどういう人間かとか、で付き合うんだったらこういういいとこあったり悪くあったりとか、まあ、そういうのがいっぱい書いて、ファッションに無頓着なとか ね。いやまあ実際そういうなんかまあ見た目で判断とかってどうたらってあるじゃないですか、うん、でもまあ見た目っていうかすごいそれって生活現れるし、実際そのなんかデータみたいなもんじゃないですか、うん、それでまあねこういうクソだろうなと思ってて違かったらまあ逆に上みたいになるし、うん、まあ踏まえておく分にはいいですよね。そうですね、うん、これちょ結構割と下ネタ的な、下ネタじゃないけどなんかその性にまつわる、はいはい、あのテーマもかなりあって、はい、結構ねこれちょっといやいや、まあ、結構過激ですね。過激な、うん、まあ、食べ方から男を選ぶとかね、まあ、時間から男を選ぶとか、でも食べ方とか普通に食べ方汚い男はこうだとかじゃなくて、食べ方汚い男が嫌ですよね食べ方汚い男はありかなしかで言ったらなしです。なしそれはなしだわな。俺も汚いんだけど、うん、いやだから女でも普通になんかそういうとあんま一緒にご飯を食べたくなくないですもんね。なるほど、生活できないですよね。ちょっとじゃあこれどうなの、あのこの中でテーマにある、過去の栄光にすがる男ありかなしか。でも結構すがりませんみたいな。すがるよね、うん、いや別になんかそれをいやどうなんすかね、別になんか好きな時ってそれすら別になんかうんって聞けるじゃないですか。なるほどね。だからいろいろあったね。いやいやいや、そういう意味じゃなくて、そういう意味じゃなくて、あそういう意味じゃなくて、普通にね、はい、まあ、分かりました、ね、うん、あの、すみません、シャルルさん、じゃあちょっと意気込みと、はい、どうですか、僕3年ぶりになって僕の顔誰か似てます？3年前は僕誰に似てましたっけ。3年前は、はい、チンパンジー。3年前はチンパンジー。すみません、はい、今は、僕は今ですか、はい、すっごい金を持ったチンパンジー。持ってねえよ。あ、変わってないですか、あんまり。チンパンジーのまま。ナウチンパンジー。継続してチンパンジーだな。継続してチンパンジーですか。なるほど。継続チンパンで。継続。あ、なるほど。まあ、全然今後はそういうね、あのツッコミとかも、あの昔みたいにあの継続チンパンジーとか。あ、大丈夫ですか。あ、全然あの、はい、あの大丈夫です。大丈夫です。あのもうその点に関してはカメラ回ってる時に関してはあの全然それで。わかりました、はい。カメラ回ってない時はまあ。そうです、シャルさん、あっちゃんと。で、カメラが止まったら、チンパンジー。すいませんでしたって言います。言わなきゃいけないです。いや、言わなくていいです。はい、わかりました。継続チンパンで。継続チンパンで頑張りますんで。はい、じゃあ、かわいいシャルちゃん、ありがとうございました。本当に。いや、思ってないですからね。思ってます。
思ってます。シャルルは年取るためにこう綺麗になってくる。いやいやいや、じゃあ男のアルビア大戦、シャルルの素敵な人を見つけてください、これを読んで、はい、はい、今日は頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。多分私が勝ちますよ。あ、優勝5万円だから、もうね、見てろよ。2位が3万、3位が2万。いやもう頑張ってね、勝ちたい、マジで、はい、ね、リフさんを倒さないといけない。はい、はい、じゃあお疲れ様です。おはようございます。はい、カメラ、カメラ、はい、今日はよろしくお願いします。カメラ回ると八森さんと俺の仲が悪くなるっていう、はい、そうなんですよね。そうっす、そうなんですよ、ね、はい、普段仲いいんですけどね。そうっす、うん、カメラ回ると、だってこの間もね、うん、岐阜行って18時間ぐらい一緒にいて、そう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 、話題絶えずに、話題絶えずにね、はい、もうずっと話したんですけど、嫁に気持ち悪いって言われた。あのカメラ回るとね、はい、僕らちょっと、そうですね、変な感じになっちゃう。俺は吉田さんを立てようとするんですけど、はい、吉田さんは俺の方が上だぞっていう気持ちがあって、そこが噛み合わないんですよね。それ逆だから、あなただからそれ。いやいや、ないですないです。そんな俺は、本当ですか、すいませんでした。あの今日、はい、男のエルガ大戦っていうスポンサーありなし MC バトル、スポンサー男のエルガ大戦っていう、はいはい、男の選び方大戦、はい、大戦、はい、大戦、はい、大戦、そう、これ読むと男の人で、はい、なんか対応の仕方とか、女性向け、女性向けののこんな男を選べ選ぶなみたいなことですね。そうそうそう、作者の方は久野田千穂っていう方で、久野田千穂さん、はい、そう、あのね、女装家でね、はい、100人切りしてる人らしいからね。そう、あ、はい、すごい人なんで、まあまあそれ以上は聞かんと、はい、で、どうですか今日は、久々にバトル出るじゃないですか。はい、で、1回戦の相手は、はい、もうシャルルです。シャルルなんですね、はい。普通のバトルは違うんですけど、はい、シャルルに対してなんかイメージ、意気込みとかあります？イメージじゃないですか。あ、意気込み、はい、意気込みですか、はい、いや、特にはあれなんですけど、うん、やっぱ行き当たりばったりの方が面白いと思うんですけど、はいはい、なるほどなるほど、うん、ただテーマがあるんでね、テーマがあるからね、はい、で、ありかなしかじゃないですか。そうそうそう、自分がこっちって決めて逆の方だった場合、そうね、どうしようもなくなっちゃうんで。まあ、でもこれニュースラップジャパンルールっていう、はいはい、あれもダンスさんがあれなしを決めて、はい、あ、そうなんですね、はいはい、だからニュースラップジャパンルールなんで、じゃあもうそっちになりきるしかないんですね、違う方だとしても、ね、そうそう、違う方だとしてもそれを肯定するみたいな感じでやってもらいたいですね、はい、まあそんな感じかな。そんな感じですかね。はい、はい、なんかありますか。え、いつもこんなインタビューしてるんですか。なんかありました。いや、そこを聞き出してください。待って、俺は待ってます。あ、本当ですか、はい、俺は待ってますから。ね、はい、そうですね。あ、でもどうですか、八森さんは、はい、結構やっぱりそのおじさんなんだよね、八森さんも。お子さんいて、うん、はい、最近はどうですか、彼女とかは作ってんですか。作る人、作る人はいないんじゃないですか。いるんすか、どうなんすか。いないいない、もうないですか。何年くらいないですか。いや、もう全然ない。それはもうさ、そんな結婚してから十何年くらいないですか。十何年もないよ。あれ、10年、10何年ぐらい。俺、いやいやいや、そんだけ、はじめさんももうね、はい、何年ぐらい、はじめさん、はじめも結婚して、まあまだ、新婚なんで、そうね、はい、なんか新婚じゃねえだろ、うん、そうね、うん、まあ、お互い既婚者なんで、うん、まあ、ちょっとそういうスキャンダルには気をつけて、スキャンダル、スキャンダルには気をつけていきましょう。はい、大丈夫、そんな感じでいいですか。残りました、はい、じゃあ、はい、じゃあ、お疲れ様でした。今度教えますよ。何ですか、インタビュー。いや、やめて。